転職しようと思うんですよ。はい。私やっぱり新聞記者に向いてないと思うんです。素早いし。それはもう向いている向いていないというよりやる気の問題では？やる気はあるんですよね。安易な感じがしながら言ってもそんなに説得力はないですよ。転職した先が転職だったらいいな。切羽詰まった人はそんな悠長にお寒いギャグを言う精神的余裕はないと思うんですよ。私に向いてそうな職業って何だと思います？そうですね。ヌスッととかじゃないですか？ヌスッとって職業なんですか？そっちじゃなくてヌスッと呼ばわりされたことにもう少し憤りを覚えてもいいと思いました。私これでも大陸的な性格なんで。言われてみるとそうですね。意外と。意外って失礼ですね。ヌスッとの方が失礼だったと思いますよ。怒りのアンテナがあさっての方向を向いて立ってる感じです。さっきのは地上波の顔ですね。衛星放送だともう少し気味られます。可能性の玉手箱。うわ、めんどくさい。あ、そうそう、私あれやってみたい。着ぐるみの中の人。突然の思いつきでしたね。今までの話題のどこから引っ張り出してきたんですか？地デジカっていうキャラクターがいたんですよ。遥か遠い昔に。多分現役です。むしろ今こそ奴が列島を席巻していると思います。私も着ぐるみ着てお金もらいたい。でもあれって意外と体力仕事ですよ。夏場は暑いですし、かといって冬場は快適というわけでもないですし。もみじもなかなかに着ぐるみの中の人事情について詳しいですね。あ、そっか、もみじも天然の着ぐるみ着ているみたいな口ありますしね。巻き込まれたらいいのに。渋滞に。右折車。どうせなら左折車でお願いします。わかりました。今のわかりましたはこれややもすると私近い将来左折車に巻き込まれる可能性があるってことですか？そうなると体鍛えなきゃ。体を丈夫にしたところで、鉄の塊の前にはそこまで意味をなさないと思いますけどね。そんな話をしたいわけではないんですよ。ふざけないでください。大体いつもふざけ始めるのはあやさんの方なんですけどね。諸悪の根源と言っても過言ではない。おとなしく分ややっていればいいのに。分というよりそれを闇の妖怪の持ちネタみたい。そしてやっぱりふざけているのはあやさんの方ですよね。だってもみじが真剣に取り合ってくれないから。こうすることで気を引いて、食いついてきたところをガブッと。食べるつもりですか？吹きかけるつもりです。何を？気温後から全く持って全体像が把握できない。もみじって想像力が貧困ですよね。もっと柔軟に物事を考える努力をした方がいいと思います。なんでそんなことをあやさんに促されないといけないんですか？人生の先輩としてのアドバイスですよ。ありがたく受け入れてください。人生の先輩が今絶賛迷子中なんですが、もっとしっかりとしてください。確かに道を見失いかけてましたけど、今までのやりとりである程度固まってきましたよ。え、もしかして着ぐるみの中の人に活路を見出しているんですか？え、こう見えて私体力には自信あるんで、はためにどう見えてるのかはわからないですけど、2日に1回、休みがあればやっていける程度には、体力自慢の割にはそこそこに休みを挟みますね。アピールポイント変えたらどうですか？それに加えて自慢の素早さで周囲を置き去りにしますよ。得意の格乱戦です。そんなことをするとすぐに首が飛ぶと思いますよ。給料を置き去りにしろ。それだったら適当に着ぐるみ買ってそこら辺で遊び回っていればいいじゃないですか。けど向いてると思いません。いや、正直言ってそこまで向いているとは思わないです。なんだか動きがうるさそう。無性に。ピスタチオマン。絶対に流行らないですよ。供給の一方通行。需要がなさすぎる。私が歩いたところに道が生まれるんですよ。わかります？その自信を本職の方に向けてあげてください。そしてさっさと記事を書き上げてください。人の家に上がり込んできたと思ったら。けどもみじも私のことを待っていたみたいなところがあるでしょう。ないです。その自信はどこから来るんですかね。謎だらけですよ。少し聞いてみたいんですけど、私の書く記事ってどうですか？うん、普通です。もっと何かしら抱く感想があってもいいと思いました。これではあまりにもそっけない。正直に答えるとあやさんが傷つくかと思って。それを言っちゃいます？もうそれほとんど胸の内を赤裸々に告白しているようなものじゃないですか？あ、もうやだ。略してやだ。まだ精神的に随分と余裕がありそうですけどね。切迫感が伝わってこない。痩せ我慢も疲れますね。普通に我慢してください。のれんに腕押しってこんな感じなんですかね。身をもって知ることができてよかったですね。泣きそう。涙の数だけ強くなってください。泣くことを前提に話が進んでいっているような気がする。挫折を味わうことで精神的に成長してください。できることなら心酸を舐めることなく平坦に書き鳴らされた道を花歌まじりに歩きたい。甘えないでください。そんな心構えだから根本からじわじわ特色していくんじゃないですか。ひどい我よ。もう単純にもみじの言葉攻めで泣き出してしまいそう。と、まあ冗談はそれくらいにしておいて、結局はあやさんが何をしたいかじゃないですかね。もみじは雨と鞭の使い分けが上手ですね。いささか鞭が多めですけど、私がしたいことですか。今のところは草刈りとかですかね。それ本気で言ってます？引き返すのなら今のうちですよ。草刈りで生計って立てられるんですか？そこら辺は私なんかよりも庭師の方に聞いた方がいいと思います。そして仮に生活していけるだけの目処が立ったらやるんですか？妙にポジティブですけど。私草刈り得意なんですよ。根こそぎ剥ぎ取ることで根を馳せてた時期もあるくらいですし。地主にすごく迷惑がられてそう。畜生って泣いて喜んでましたよ。多分違う種類の涙だったと思いますよ。え？得意だと思ってたのにな。得意と好みとでまた違ってくると思いますけど。得意だからといってそれを軸に生活していけるのかと問われると、無駄なりとならない場合もあるわけで。これは小難しいことを言って煙に巻くパターンですね。真面目に相談に乗ろうと思ったらこれなんですから。じゃあ最初にもみじが言ったようにぬすっとになります。それによって生じる被害の、その責任はもみじが一手に引き受けるということで。そうなったらみんなにあやさんが犯人だと触れ回りますけどね。ぐるなりで。なんでグルメ記事にそんな物騒な内容のものを投稿しなくちゃならないんですか？え、ぐるなりってそういう情報が掲載されていたんですか？何を載せているところだと思ってたんですかね。犯罪者リスト。どこをどう省略したらそれがぐるなりになるんですか？ほら、あるじゃないですか。業界用語とか隠語とかそういう類の。ギラギラした内容とは裏腹に随分と柔らかい音の響きですね。悟られては意味がないですからね。一般に開示されていたら隠語も何も関係ないと思いますけどね。そうそう、この間温泉に行ってきたんですよ。旗手と。旗手さんと、相変わらずというか仲がいいですね。私の家じゃなくて旗手さんの家で記事書けばいいのに。え、私の原稿が行き詰まったので道連れにしようと思って。改めてねじくれた性格してますよね。体じゃなくて心をほぐした方がいいと思いますよ。それで旗手って、結構家に引きこもりがちじゃないですか。だから少しぽっちゃりしてたんですよね。は？それ見て私一人で過過対象ですよ。うわ、その後体重測ったら私の方が重かったんですよね。その結果で上がったテンションもだだ下がりでした。一人で勝手に盛り上がったり盛り下がったり、大変ですね。それでダイエットしようかなと思って炭水化物ダイエットしたんですよね。は？で、しばらく炭水化物だけで過ごしてたら逆に太ってて腹がよじれるほど笑いました。逆ですからね。それで笑い転げるあやさんの精神状態によくよくの恐怖を覚えますけど、これぞ本当にあった怖い話。出来事自体は両たるものに過ぎないはずなのに、それに伴ったあやさんの感情の起伏のせいでまるで怪談話でも聞かされているように感じる。あ、そうか。
これを記事にしたらいいのか。どう記事にするかにもよりますけどね。ダイエットについての記事だったらいいんじゃないですか。失敗例を挙げながらの。誰がぽっちゃりだ。現状が聞こえてますよ。どれだけ心やましく思ってるんですか。でも本当にショックだったんですよね。そうは言いますけど、私はあやさんのこと別に太ってるとは思わないですけどね。いや、正直太ってても別に、旗手に負けたという一点がただどうしても受け入れられない。身長にもよりますから。単純に比較しても体重でも負けて、それでは納得いかずに BMI まで算出して負けてました。どれだけ現実を受け入れたくなかったんですか。そこまで言ったらもう数値から逃げないでください。旗手も炭水化物ばっかり食べて太らないかな。相手が落ちてくるのを待つのではなく自らが動けばいいのに。それがなんと動いた結果差が開いたんですよ。信じられますか。逆向きに走ったらそりゃそうなるでしょう。ごくごく自然な流れだと思いますけど。あ、でももみじよりは痩せているからいいかな。あ、それ多分尻尾の分ですし。てかなんで私の体重を知っているんですか。もみじが寝ている隙に体重計に乗せたんで。え、何それ怖い。っていうか何ですかこの空間。そしてこれを取っている人は一体誰なんですか。それにつけても話が鋭い角度で明後日の方向に進んでますね。明日の方向すら分かっていないのに明後日の方向なんてなおさらわからないと思います。そういうことではないです。私少し考えたんですけど。はい。あやさんはそのスピードを生かした仕事をしてみてはどうですか。というと、例えば配達のお仕事とか。いえいえ、配達じゃないです。配達のお仕事ですか。新聞配達でそれに似た仕事はやってますが、物は試しという言葉もありますし、やってみてもいいかもしれませんね。あくまで一つの意見に過ぎないですけどね。大体こうして話をしていても、あやさんのやりたいことが全然見えてこないので。うん。じゃあピザ屋のバイトでも始めますかね。え、あ、もう始めちゃう感じですか。フットワークが軽いですね。というわけで、私が不在の間、記事の方をよろしくお願いします。はい。え、どういうことですか。そのまんまの意味ですよ。私が留守の間、もみじにはゴーストライターとして働いてもらいます。なぜに。どうしてですかね。私にもよく分かっていないんですけど、もみじになら任せられるかなって。これほど嬉しくのない買いかぶりはそうそうないですよ。じゃあ私は面接を取り付けるための電話をかけてくるので、あとはよろしく。いやいや、ちょっと待ってください。ネタの方は手帳に書いてあるので、それを適当に膨らませてください。その適当に膨らませるのが難しいんですけど。それでは行ってきますね。あ、ちょ待て、アホーテング。はい。どうもどうも。あなたが待ち望んでいたピザをお届けに参りました。あら、どうしてあんたが。つい先日からピザ屋のバイト始めましてね。あ、そう。あら、軽くない？バカには見えないピザだ。今すぐやめろ。